マグナドゥードル。右側にスタンプとペンを収めるへこみがあり、下の黄色いつまみを左右に動かすと書いた線や図が消去される。マグナドゥードル。マグナドゥードルはアメリカが衆国はじめ、ヨーロッパなど世界各地で販売されているお絵描きボード、その商標。マグナドゥードルと呼ばれる商品は黒板とチョークに代わる粉ほこりなどが出ない筆記用具、玩具として、 1974年に日本のパイロット1万年筆で開発された原理に基づく玩具であり、ペン先の磁石の磁力でボートの中に仕込まれた砂鉄が半透明の表面の内側に付着し、ペン先の軌跡が黒っぽく表示される。また、磁石式のスタンプを用いて丸や三角などの図形を描くこともできる。こうして描いた千や図は、 やはり磁石が仕込まれたスライド式のアームの操作で一挙に消すこともできる。2006年に発表された情報によれば商標としてのマグナドゥードルはパイロットペンコーポレーションオブアメリカが保有しているが実際の製造や流通には時期や地域によって様々な玩具会社が関わってきた経緯があり製造はオハイオアートカンパニーが行っている。1990年代には 太鼓とイズが製造に当たっていた。ありがとうございます。